メトディオス、スラブの、アシュト。メトディオス、ギリシャ語、ラテン文字転写。メッシュデオス、ラテン語、マサディウス、826年から885年4月6日は、旧世紀の東ローマ帝国の知識人、キリスト教の聖職者、モラビアの主教、主教である。メトディウス、ラテン語系、メホディ、スラブ諸語系とも表記する。中世以降のギリシャ語ではメソディオス。 キリル文字で知られるキュリロスの兄にあたる。聖教会、カトリック教会、聖公会、ルーテル教会で聖人。キュリロスと共にスラブ地方にキリスト教を初めて伝えた。キュリロスの補助を得ながら、教会スラブ語への聖書の翻訳に従事した。そのため、キュリロスと共にスラブのアシュトと称され、スラブ圏のキリスト教会では厚く数形される。 東ローマ帝国のテッサロニケ、テッサロニキの軍人の家庭に生まれた。彼の生涯が天気を迎えるのは862年のことである。モラビア王国のラスツラフが東ローマ帝国にキリスト教伝同士の派を求めてきたのである。当時、モラビアは外交政策へ、キリスト教国への接近を図っていた。ラスツラフはフランク王国の後ろだけで即位した後、 その影響力を出したいと考えていた。そこで、フランク王国に属するザルツブルクの大司教から送られた宣教師を追放し、コンスタンティノポリスへ接近を図ったのである。この複雑な事情は、後にメトディオス・キュリロス兄弟の伝道にも影を落とすことになる。そして、帝国は、文献学者また神学者として著名であった、哲学者、コンスタンティノス、修道名キュリロスと、 その二位、メトディオスをモラビアへ派遣した。宣教のため二人は聖書と天霊書の翻訳を行った。彼らには現地語による伝道が必要だという強い信念があったのである。当時、スラブ語には文字がなく、キュリロスは当時使われていたギリシア文字アンシャル体に基づき、グラゴール文字を作り出した。聖書の翻訳がどのような順序で行われたか、また、 兄弟のどちらがどの箇所を担当したのかは、正確ことは不明であるが、おそらく最初に、新約聖書と詩編の翻訳が行われ、旧約聖書の他の部分が翻訳された。ザリスブルク大司教配下の宣教師との争いが続き、その調停のため、二人は867年ローマに招かれた。西方の宣教師たちは、ラテン語かギリシア語だけが、 天礼言語として使われるべきだとも主張し、二人の翻訳を天礼を汚すものであると非難していた。868年二人が弟子を伴って、ローマに到着すると、教皇アドリアヌス二世以下、ローマの人々は二人を歓待し、また二人の学識と恩楽に深い感銘を受けた。教皇は二人の立場を支持し、教会スラブ語による天礼を公式に認め、また二人のモラビア伝道を認めた。 ローマ滞在中の869年2月にキュリロスは病没した。ローマからスラブ地域へ帰ったメトリオスト弟子たちは、未役だった天礼書の翻訳を進め、また伝道を行った。しかし政治的状況が変化し、彼らを招いたらスティフラスが老いにより、王位を温ため、モラビアには帰らず、パンノニアで活動した。しかし、パンノニアもまた当時は、 ザルツブルク大司教の管轄地であり、ザルツブルク大司教がパンノニア司教を兼任、彼らの活動はドイツ人宣教師との間に緊張をもたらした。メトディオスはローマに支援を求め、その結果シルミウム広塚サ教に任じられた。パンノニア司教は廃止され、メトディオスの地位が確立したのである。ヨハネス八世の879年の手紙によれば、メトディオスは モラビアパンノニアセルビアの大主教に任命されていい。しかし大主教に任じられた後も、メトディオスとラテン天霊を奉じるドイツ系聖職者またその後ろ盾である東フランク王国の緊張が続いた。彼らはラテン語天霊に固執し、スラブ語天霊を禁止しようとした。メトディオスは二年半の間投獄され、大主教の座を追われたことすらあった。緊張関係の一つの原因には、 フィリオクエ問題があった。フランク王国はフィリオクエの句をニカイア・コンスタンティノポリス神情に付け加えていたがギリシア人であるメトディオスにはそのような改変を受け入れる余地がなかった。ローマではこの当時まだフィリオクエは付加されておらず、したがってメトディオスはローマの指示を簡単に立つけることができた。しかしヨハネス8世が882年に死亡するとメトディオスの地位は 極めて不安定なものとなった。メトディオス伝は、メトディオスが事態の打開を求め、コンスタンティノポリスに皇帝の保護を求めて赴いたと伝えている。とはいえ決定的な事態は、彼の死亡まで起こらなかった。885年にメトディオスが死亡すると、彼が後継者に指名したゴラズは、教皇ステファヌス六世から承認されず、ゴラズを含め彼の弟子たちは、 モラビアから追放された。以後モラビアは現在に至るまでラテン教会に帰属している。メトリオスの弟子たちは隣国のブルガリア帝国に移り、宣教を続けた。その中にオフリドのクリメントがいる。メトリオスは弟キュリロスと共に早くから聖教会の聖人とされた。19世紀にカトリックの聖人としても劣勢された。 スロバキアで1993年から2009年のユーロ導入まで流通していた50ルナ紙幣にキュリロスと共に肖像が使用されていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。